声でやろうか、うん、はい、せーの、さあ始まりました少量チャンネル、翔太です。りょうです。少量でーすというわけで、うん、今回はですね秋葉原にやってきました、うん、ですね、うん、なんで来たかというと金の出汁というお寿司としゃぶしゃぶの食べ放題のお店があるんですけれども、うん、そこが今、YouTuber 応援キャンペーンをやっておりまして、1万人登録者がいる YouTuber は3980円の、寿司食べ放題がなんと1000円で食べれるんですそれですごいよね、うん、流行りに乗っかっちゃってきました。やってまいりました、はい、まあね、僕らも先月かな、うん、1万人今月先月先月ぐらいかな、うん、に超えたので超えたので、まあ自分たちのご褒美という感じで、うん、今回安いけど食べていこうと思います。申し訳ないけど、ね、でですね、この3980円の食べ放題プラスあと1000円出すとプレミアム食べ放題って言って、うん、なんかすごいもっと豪華な、うん、あのお寿司が食べれる食べ放題もあったりとかして、あとドリンク飲み放題とアルコール飲み放題があるんですけど、アルコール飲み放題は1500円でつけることができます。ソフトドリンク飲み放題は500円でつけることができるみたいなので、あのぜひね、たくさん飲む方は、はい、あのやってみてください。僕たちは早速、はい、乾杯しよっか、ね、ビールを頼んでます。乾杯。うん、じゃあ食べていこうか。いや、めちゃくちゃ美味い、うん、でですね、このお店はこういう注文表があって、うん、これに、品名、うん、商品名と、うん、数を書いて、うん、あの作ってもらうっていうスタイルなので、はい、早速頼んでいきたいと思います。はい、了解です。ワクワク、ワクワク。で、今回はその、うん、ね、お寿司で元が取れるのかどうかっていうのをやりたいんで、めちゃくちゃ食べたいと思います。言うてたかんな、翔太いつも口だけだかんな口だけとか言うね。ピンと一品料理もこういう感じで、はい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 、たくさんあるんですよ。うん、これも食べ放題、食べ放題すごくない。デザートは一人一個食べてみる、はい、はい、あ、大丈夫です。うわ、すごすごい、ありがとうございます。はい、というわけでやってきましたー。どう、美味しそう、すごい、うん、じゃあ食べていきましょう。いただきます。すごいね、これからでしょう、うん、いただきます。僕は大好きなイカからいきたいと思います。いただきます。うん、どう、うん、おいしい、うん、うん、これもおいしい。いや、おいしい。それ何、チーズ、サーモンチーズ、いただきます。ヒラメポン酢です。ヒラメポン酢、おいしいね。まあ、めちゃくちゃ食べれるこれどんどん食べていこうと思います。中トロ、いただきます。あ、美味しいね、うん、うん、美味しい。こんな冷静に美味しいねって言えるね美味しい、うん、美味しいな、うん、美味しい。チキン南蛮、お寿司以外にもね、いろいろあるから、ね、いろいろあるから次の書いて何にしようか。フルーツのサラダ、ね、どんどん食べよう。いくらなんだっけ、ん、飛び子、どこに、あ、飛び子食べたい。2回目失礼いたします。はい、お願いします。あ、これお願いします。ありがとうござ
レモンサワー、うん、レモンサワー、はい、はい、こちらお願いします。あ、なんだっけ、アサリ、アサリ汁を一つ、うん、ツナマヨ、マヨマヨ、スイカ、頼んだのが来ました。はい、いただきます。これ、これ食べてみよう。カニ味噌、カニ味噌、うん、うん、美味しいね。美味しい。つぶ貝でーす。つぶ貝。どれか。デザート間に挟んでもいい。間に挟んでもいいね。ちょっとデザート間に挟んで、あの食欲を取り戻します。追加と完食しました。うん、結構いけんね。うん、食べれる。うん、失礼します。ありがとうございます。リコッタチーズムース、はい、はい、ありがとうございます。こんな感じ、こんな感じでちょっと途中デザート挟んで、うん、食欲を取り戻します。はい、いただきます。手巻き寿司もあるんですよ、うん、すごくない、うん、これが美味しい、うん、これがウニと牛しぐれ煮、こっちが、なんだ、漬けマグロとカラスミかな、うん、カラスミの、うんうん、すごい美味しい、うん、マダイポン酢、うん、あらが、キャビアが乗ってる、うん、ね、うん、うん、じゃあ来ました、来ました、食べます。はい、炙り中華です。生タコのなんか塩握り、うん、こんなくなる、あっという間に、うん、締めみたいになっちゃうんですけど、お茶漬けをいただきます。はい、茶漬け、はい、やべ、取れたらねえぞ。スペペペ。なんか面白いことやな。あ、見せないな。クリームチーズです。もうお箸が途中入っちゃった。最後にそういう結構揚げ物結構いただきます。いけるね、すごいね、うん、どう、熱い、あと、あ、何も結構お腹いっぱいになっちゃう。全然どうぞ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 。いや、まあ一回食べてみ、めっちゃ美味しいね。美味しい。僕はさっぱりデザート、うん、これ何かな、何ジャンルだろう。季節のシャーベット、ユーズ、うん、美味しい、さっぱり、めちゃくちゃ美味しい。そうなんだ、うん、思い残すことはない。どうしようかな、待って、時間あるよ、見とけ。カレー、うん、はい、というわけで、はい、というわけでですね、はい、ごちそうさまでした。金のラシさんに行ってきました。めちゃくちゃお腹いっぱいになったね、うん、美味しかった、美味しかったです。はい、締めようか、うん、うん、この動画が面白いと思っていただいたら高評価と、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。インスタツイッターもお願いします。ではまた、お腹いっぱい、美味しかった。